In Japan, many men have trouble communicating emotionally with their girlfriends or wives. So for women who feel this way, they often come to host clubs where they can spend a few hours in the platonic companionship of a young, stylish man.初めてのお客様は2時間1000円で飲み放題となってますので、そうですか、はい、で入店の際に ID の確認の方をさせていただいてるんですけど、はい、これでいいですか。はい、失礼します。ありがとうございます。それではご案内します。ありがとうございます。お願いします。お客さんご来店です。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。失礼します。お席の方ご一緒してもよろしいですか。あ、はい。失礼します。ありがとうございます。すみません。お隣、失礼します。はい。どうも、はじめまして。伊崎蘭って言います。どうも、はじめまして。山本って言います。乾杯。めちゃくちゃ笑顔が可愛いんだけど、すずちゃん。いや、すずちゃん。名前、かっこいいです。はい、みんな嘘の名前なんで。あー。嘘の名前っていうか、現地名って言うんですけど。ホストクラブって非現実的な場所じゃなきゃいけないので、何でも生活感を出しちゃいけないんで、スーツじゃないときはそこら辺にいる普通の人と一緒のような格好をしてるんですけど、普段ストレスとか溜まってる人とかが来て、はい、いっぱいお酒を飲んで発散する場所ですね。そうですか。ちょっと頑張んないな。ごちそうさまです。ありがとうございます。ごちそうさまです。呼ばれるの待ってる。ありがとうございます。で、これから最後に送りの方をお伺いしたいんですけれども、はい、本日一人気に入った人形を選んでいただきたいんですけれども、え、一人だけですか。そうですね。え、3人じゃダメですか。3人ともいい男なんですけれども、その中でも一番気に入った人形をお願いいたします。